ブレイキング県は、スウェーデン南東部の県で、略語は K。県庁所在地は、カールスクローナ市。県の面積は2947平方キロメートルと、全国最小で2005年現在の人口は15万335人。南部、東部ともに、バルト海に面しており、県の約3分の2は、森林に覆われている。カールスクローナ市は、 スウェーデン海軍の軍港基地としても知られ、冷戦時代は度重なるソ連の潜水艦によるスパイ事件で、県周辺の緊張が高まったことがある。特に1981年10月に軍港付近で起きたウィスキー・オン・ザ・ロック事件は、スウェーデンソ連間の重大な外交問題となった。経済的にはここ十数年間大きな問題を抱え、失業率、特に女性の失業率が高い。 経済的問題の原因として挙げられるのは、県内の経済構造が他県に比べて貧弱であることと、鉄道、道路等の交通関係のインフラストラクチャー及び高等教育機関の整備が進んでいないことにある。農林業従事者は、県人口の2.6%を占め、県面積の8%を占める高地では、主に牧草や家畜飼料用の作物の栽培が行われている。 食用では、ジャガイモの栽培で、スコーネ県に続いて2番目の収量を誇る。また、放牧を行っている、農園数が県内の農園数の50%と、国内平均の38%よりも高い、水準を維持している。全国の漁業従事者のほぼ15%が、ブレーキング県で漁を行っている。スウェーデン鉄道が運行していた、県内の路線は現在電化工事中で、 2007年夏に完成予定である。それまではブレイキンゲ県交通局がバスによる代行輸送を行っている。カールスクローナからは第2の都市、ヨーテボリまでスウェーデン鉄道の運営する直通列車が走っている。ブレイキンゲ県にはストックホルム県、ベストライエータランド県と並ぶ風光明美な群島があり、夏の休暇中は他の2県同様。 観光客で賑わいを見せる。ロンネビーシッカールスクローナ市にブレイキング工科大学がキャンパスを設置している。ブレイキング県にはの市がある。ありがとうございます。